こんにちは、このみでーす。はい、今回はですね、私が使っている化粧水についてご紹介していきたいと思います。それではレッツラゴー。こちらなんですけれども、これルルルンってあのパックで有名なやつ、わかりますよね、皆さんも知ってると思うんですけども、そのルルルンから今年発売された商品になっております。で、これはね、あのマネさんにね、撮影の時に持ってきてもらって使ってたやつなんですけれども、これはクリアタイプで結構さっぱりしてる方なんですけども、今回こちらのモイストっていうしっとりの方を買ってみたのでね、つけてみたいと思います。それではレッツゴー。はい、で本当はこちらの化粧水もう一本ね種類がありまして、こっちは 500ml なんですけれども、あのもう一つの方は 400ml でちょっとお高い感じになってて、私はまあ子供の肌だからいいかなと思ってこちらの 500ml で1200円のものを使っております。安いよ、こんなにいっぱい入って1200円って。しかもね、パッケージがめっちゃ可愛い。マジ何回見ても可愛いんだよな。匂いがねめっちゃいいのよ。なんか全然きつくないんだけど、香水でこういう匂いあるっていう感じ。あのみんなが絶対好きな匂いの、めちゃくちゃいい匂い。でも肌につけたらそんなに気になる感じではないですね。はい、でちょっと成分の方をねお話ししたいと思います。芍薬花エキスこれが深層保湿っていう、あの肌の奥深いところを保湿するやつらしくて、次がリズムペプチド健やか保湿で、3つ目がレモンマートルエキスってやつで、これが透明感アップ。もうわしにぴったりやないかい。くすみまくったこの肌にぴったりやないかい、ほんまに。このやつがあの肌のベタつきに着目したレモンマートル由来のエキスらしいです。肌荒れを防いでくれるって。スキッとクリアな透明感。ねえ、めっちゃいいやお前、早言えよで最後が、保湿型アミノ酸誘導体。これはバランス保湿ってやつで、まあテカリやベタつきとかにいいって書いてあります。化粧水ってあの高くて少ないものを使うよりかは、やっぱこういう安くてねいっぱい入ってるものをバシャバシャ使った方がいいっていう風にね、まあ、結構言うじゃないですか。だからやっぱこういうねやつがいいんよ。あの口コミを見る限りね、こっちのクリアの C って書いてるさっぱりの方を使ってる人が多いらしいです。で入ってる成分がやっぱこっちとこっちで違くて、さっき読み上げたのはこっちなんですけど、こっちにはジャノヒゲコーンエキス、これは保湿をキープする成分らしくて、で次がリピジュアってやつで、肌表面に保水ウェールを作る成分。へえ、だからこっちの方が乾燥にやっぱ特化してる感じですかね。でこっちと同じ成分のあの芍薬花エキスリズムフェフェジドっていうのがこっちには入ってます。でさっき最初に言った2つが新しくこちらにね含まれているやつですよ。まあ、こっちはね、あの撮影の時に使ったのでしっとりの方をね今回使っていきたいと思います。いただきます。いや、わかんないな、しっとりなのかさっぱりなのか多分ちょっと経った後にわかる感じじゃないですか、こういうのって。大体ねこういうのって、そう時間が経った後にわかるやつ。そう。あ、やっぱ違うわ、こっちの方がしっとりだわ。夏とか拭き取りにはこれめっちゃ良さそうだけど、乾燥肌の人はやっぱこちらがいいですかね。あのこのね後ろにも書いてあるように全身にもお使いいただけますって書いてあるので、まあ、安くてこんなねいっぱい入ってるからね、あの容赦なし体にもバシャバシャ使えるからねいいと思います。かわいい、この色が本当にかわいい。でもやっぱねルルルンだからなんか信用できるよね、パックのところだから。はい、ということで今年の夏に出た新作の化粧水をちょっとレビューしてみたみたいな動画だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。え、ほんとねパッケージが可愛いし性能もいいので、よかったら気になった方買ってみてはいかがでしょうか。ということでこの動画が1ミリでもいいなと思っていただけましたらグッドボタン、2ミリでもいいなと思っていただけましたらチャンネル登録、3ミリでもいいなと思っていただけましたらよろしくお願いします。ということでこの動画でした。バイバーイ。